Smoking inside. Ah, okay. 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 Grazie. さあ集まってきましたかね。もうね時間が時間なんで早速歩き始めますか。よし歩こう。めちゃくちゃ広いんですよここはね。ところどころ止まりますからね。めっちゃくちゃ広いですよ。すごいからね。これねずーっと向こうまで続いてます。遺跡の団体ですね。目白押し。向こうの方もねでっかい宮殿跡があります。めちゃくちゃ広いんですよ。さあ皆さんただ今ギリシャに来てます。ギリシャアテネの宮殿跡どうでしょうか。違うね、ちょっと違うね。これはイタリアの南イタリア。ここ、何州になるのかな。もう近づいたらね、あれあそこって入ってよかったんだっけかな。あれあんなとこ入ってよかったっけ。ちょっと待って、こんなとこ開いてないんだけど、前来た時開いてなかったんだけど、いやなんか開いてるぞ。初めてなんだけど、いや遺跡の中入れるよ初めて。飲み物売ってるじゃん。ちょっと待って、飲み物買いたい。アクアが買いたい。あれどこ？誰？できた。ラッチェ。ラッチェちゃう。水を買いました。さっきこれでさ切れちゃったね、ごめんごめん見てください皆さん、ローマに来てます。真実の口です。お金入れて手に口に手入れるとなんか多分ね喋ります。わっはっはとかで、こういう、うわ何これ、見て、一つ目のなんか、うわ怖え、見てこれ。で今回
あのマグネットは2つだけ買いました。だから僕とあと1人だけですちょっと水飲まして、どうしよう、そこに置けるか。ちょっと水飲むのにね、やっぱり手3本いるよね。手2本だったら無理だわ、ほんとマジで。ああ。ありがとうございます。生き返りました。今のね、一口の水でバッチリ生き返りましたね。なんかところどころ電波悪くなって切れちゃってすいませんね。ちょっと後ろからね覗いてみましょう。ここもな、何なんでしょうね、これ練習かな。練習だよね。本番とかじゃないもんね。これ抜けてるってことね。充電されてないってことこれ。あ、今ついた。充電もさ、やったままでさ、ずっとやってたから多分 100% ぐらいいってんだろうなって、今切れた時に見たんですよね。 52% でしたね。充電されてなかったみたい。よくよく考えたらライトついてなかったわ。青いのが普通つくんですけどね、まあ、明るすぎてお昼わかんないよね。刺したままね、今はやってるんですけどね。だいたいそういうことしないんですけど、スタート時点でね、充電があまりなかったんでね、今日はね、もう刺したままでいいかなと思ってやってるんですけどね、今光ってますね。さっきまで全然光ってなかった。いつからだろう、電気が来なくなってから気づきもしなかったな。今日も結構歩きましたね。でもここの街ね、網羅したいですよね、せっかくですから。ポセイドンの街で、これね、ちょっともう車で5分ぐらいで地中海の海辺、あのどこでもね止めれるような場所いっぱいあって、ビーチとかね、でそういうところ行ってもいいんですけど、海のね夕日、まあ確かに綺麗ですけどね、確かにめちゃくちゃ綺麗ですけど、地中海にね沈む夕日見てもいいんですけど、でもどっちって言った夕日なんてはもうどこでも同じですもんね。違うどうだろう、違うかな。だからどこでも同じ、綺麗は綺麗ですよ、あのどこで見てもね。それが地中海だって言ったら、まあ見れるあれじゃないじゃないですか。だからね、素晴らしいなとか思うんですけどね。でもこの街がね、この街を見ないとね、やっぱりここね、前来たんですよ、カフェムゼオ。なかなかやりますよ、なかなか美味しい。何かね、 何か食べたんですよね。で向こうの中でも何か食べたんですよね。でこの右入ったところ、左手のところのでも何か食べた何か結構食べてるんですよ、ね、あの奥にね教会見えてますよね。あれがあの YouTube の方のね動画に上がってる教会です。これがねなかなか歴史があってかっけえんですよ、めちゃくちゃかっけえ。もうこんなところ穴場でしょ。あ、思い出した、コイン欲しいって言ってたのに忘れてた。何騒いでるの、何騒いでんの、何
何？お金が、お金が欲しいって言ってんの？あそこでお願いをしたら叶うっていうやつなの？何この家族？イエーイ！ね、バカでしょ？あの中国とか言ってたよ。バカだね。ね、ああいうのはね、あのジャポーネとかジャパンとか日本はすぐ出てこないんですよ。ああいうバカはね、中国から始まるからね。はい、じゃあここをねちょっと見てみましょう。電波なくなった。思いっきり電波なくなった。すいません、電波なくなりました。教会の中恐ろしい。めっちゃ電波なくなりましたね。どこまで見れてたかはちょっとわからないですけどね。あらかた見れたかな？すいません。電波やっぱり中切れるよね。ここもね結構美味しかったんですよ。ハンブルゲルかなんか、まあハンブルゲル、ハンバーガーですね、食べたんですけどね、なかなかやりましたね。そういうのよりね、なんか地元のスパゲティとか食べたいよね。これさっき買ったね。そう、このねコイン作りたかったんですよ。あのキリスト像のとこでかっこいいなと思って、忘れてた、完璧に忘れてた。今思い出した。もうあそこはね絶対何が何でも行くような場所じゃないから、とりあえず今しか買えないものだから、いろいろ買ってやっとこうとか思ってたらさ、もう暑さでちょっと頭ボケてましたね、あれね、きっと。日本は今こんばんは。あ、こんばんはですね。こちらもこんばんはですね。この時間ね同じです。うわ、これかわいいな、見てください。これこういうのかわいいよね。どっかで見たことある。これポンペイでしょ。うわ、かわいいな。めちゃくちゃいいじゃないですか。こういうマグネットのやつはね本当にどうしよう、僕買ってしまったけど冷蔵庫貼れないしな。もうもっときちきちに詰めよっか。なかなか、うわ、かわいいのいっぱいあるな。素晴らしい。すごいすごい。ここのんびりできますよね。夕日も沈んできたし、こういうレストランだと、まあでもちょっと軽食っぽいよね。なんか軽食っぽいけどな。あと向こうにもねお店あるんですよ。あれ正面に見えてる建物の右側ね、あそこもレストランなんですよね。あそこもちょっとね前なんか食べたようなかな。 あそうで、ここの駐車場に来ようと思ってたんですよ前。まあ、あのさっきねここに来ようと思ってんのに、ここがほら通行止めされてるから回ってこれなくて、ここが一番いいんですよね、近くて。まあ入り口遠いけどね、ここ中に入るってなったら入り口はもうねあっちの方なんでね、
遺跡です。中に入るのは遠いんだけど、まあ見終わって帰るのもね、ここだとここから乗ってすぐ帰れるんでね。で僕遺跡のあっち側に止めたんで逆方向にね、だから帰りはめちゃめちゃまた遠いですね。永遠歩かないといけない。ここなんかカリーチェ、あ、まあアペリティーボですね。アペリティーボで食べるような感じ。ここも一回食べたな。そうそう、なんかここで食べたわ。あ、ジェラートだ。あそこの奥でジェラート食べたんだわ。ほらどうもすね、ジェラート書いてるでしょ。そうそうそう、ジェラート食べました。よう覚えてんな俺。本当にっていうか結構食ってんな俺。あん時はね、あの配信やってないからさ、両手空いてるじゃん。で映したいとこだけ映してさ、ジンバルで、でね、あと空いてるからさ、両手がずっとね、だからもう超自由でしたね。めっちゃ自由。うわここうまそうとか、これなんだろうとか、なんかちょっとずつ食べ歩きみたいなやってましたね。じゃあ向こうの店行ってみようとかさ。ああ、ここまでかな。これの向こうにもなんかね数軒あるんですけど、まあまあそんなに、あ、ピッツェリア、リストランテ、ピッツェリア、開いてないよねまだ、絶対この時間まだ開いてないんじゃない。でこんなとこだったらさ、夜なんか蚊が多そう。こういう感じなんだね。まあこの時間みんなアペリティーボだもんね。ちょっとカクテルとかとさ、おつまみで、だいたい飲み物でおつまみはね無料がって感じなんですよね。だからだいたい7ユーロですね。8ユーロまでいかないね、7ユーロですね。安い店だったら6ユーロで、おつまみとかちょっとピッツァのね切ってるやつとかプロシュートとか、なんかいろいろ美味しいのが出て飲み物代だけ払うって感じの。それをね目当てにみんな若者がね殺到します。でこの時間アペリティーボの7時半ね、アペリティーボの若いお客さんが多いところは狙い目、出てくるものが美味しい、いっぱいあるね、豆だけじゃない。でお客さん少ないところは、まあ、値段的には同じなんですけどね、食べるものが豆しか出てこないとか、ピーナッツだけとかね。そういうのあるんですよ。アペリティーボこれだけみたいな。で仲良くなったらね、ナポリはよくね友達らとアペ行ってて、もう大体みんな友達らじゃないですか。僕の友達らの友達らがやってるバールとかね、うん、そんなんが多いからさ、あ、ここ行こう、ここ行こうって行ったら友達だからいっぱい持ってきてくれるんですよ。普通頭数で一切れ二切れのピザとか、ピザのね切ってるやつとか、そんなんなんだけど、もう知り合いだから言ったらいくらでも持ってきてくれるとか、もうちょいちょうだいとか。ただね、いっぱいジュース飲みながらアペ食べるだけでお腹いっぱいになりますよ。めちゃくちゃお腹いっぱい。ここもねほんと美味しい。あそこ前ねコーヒー飲んでジェラート食べた、めっちゃ美味しい。ここ多いでしょ。ここはね絶対アペいいものが出るんですよ。絶対いいと思うね、美味しいと思う。はい。で僕はね飲まないからさ、どうせコーラになっちゃうからね。どうせコーラなんだし、どこに行ってもコーラなんだし、だったらどこの店に入っても味同じだし。あそこのコーラはめちゃくちゃ美味しいとかさ、ないからこれ。全然ないから。どこのコーラでも同じなんだよね。出てくるものがね、どんなものかっていうの。でもコーラでさ、なんかいろいろさ、つまむものとかさ、いらないよね実際。いらない、コーラだけでいいよねっていう感じです。飲む人ってそのピーナッツとかなんとかってそんな重要なのかな。そ
そんな重要なもんですかね。いらないと思うんですけどね。飲むだけでいいんじゃねと思うんだけど。あ、ここなんか食べてみようかな。ここは入ったことないな。でもできればさ、地元のなんかじゃあ、あーもう映っちゃったよ。皆さんごめんなさい。なんかたまにね、変な人いるんで気をつけてください。まあまあね、普通に手振るだけだったらね、ほんといいんですけどね。あの日本みたいにね、あのたまにさ、ズボン脱ぐとかさ、そういうなんか変質者みたいなのがね、あのこっちいないから、まあ安心ですね。日本だったらたまにあるからね、本当に。あの他のね、配信やってる人もさ、まあ最近じゃないけどね、あの半年以内の話だったけど、配信やっててなんかああいう気違いが目の前に来て、ズボン脱いだんですよね。でバンです。で永久バンですよね。A 番食らってましたね。そういうのありますからね。あ、やっぱりね、そういうことされると配信者潰しですから、あの永遠消えますね、うん、あれはきついよな。やってる人間もね、だから配信やってる方もね、すごくね注意しないといけないんですよ。パーって出てきたり、いきなりこの方向を変えて歩き始めたとかね、何すんだろうとかね、こいつ何か俺狙ってんのかなとかね、本当に注意しながらやらないと生命終わりです。本当に本当に配信生命終わりです。他のサイト行かないといけない。そういうのが本当普通にあるんでね、気をつけないと。だから日本なんかでやってると本当危ないよね、そういうのね。あ、ここね、無常です。でさっき買ったチケットでこの無常の中も一応入れるんですよね。でも時間がね、夕方5時ぐらいで終わっちゃうんで、あの受付で他の人に言ってましたね、このチケットはどこ入れるのって前の人が聞いてて、これ全部入れるチケットだよって、あの均一で15ユーロだからって言って、でいや今からじゃ間に合わないんじゃないって言ったら、明日の朝行けばって、なんか冷たく言われてましたね。なんか超冷たいなと思いながら。で僕も買うときに、あのこの中だけのチケットなのこれって言ったら、あの全部あの均一だからって言われた。どこ見るあそこ見る関係なしに15ユーロだからって。でもね、左のね壁にあの値段表みたいなバー書いてたんですよ。じゃあここだけのやつは10ユーロって書いてたんですよね。だからそれでよくねと思ったんですけどね、書いてたからさ。だから一応聞いたんですけどね、15ユーロの均一だって言われましたね。言ってました、おばさんが冷たく。だからそういう風に今やってるのかもしれないですね。あんまりその辺はね、嘘はないと思うんですよ。あのそんなことしてもね、おばさんお金儲からないから、そういう嘘はつかないと思うんですよね。だからね、多分この夏場そんなに人がいないっていうので、もう均一にしてしまおうとかあったのかもしれない。乗ってビアンカトライテンプル8時から、8時からねライトアップされるんですって。あと30分ぐらいだよ。で夜中の2時まで。アペルトゥーラストラオルディナーリオディトゥッタ、あこれが10ユーロ。でもグストって何、ラボラトリデルグストって何、何か食べるあれが出てくるの。まあ8時ぐらいからライト、あもう今でもライトアップしてますね。ライトついてるついてる。もうこれ閉まってますからね、全部盛り上がってるじゃん、誰もいないのに。あれを見るのはまた違う夜のチケットを買わないといけないんですよ。で僕ら普通にこの遺跡を見るのは7時半までなんですよね。だからもう今過ぎて10分なんですけど、夜コンサートとかこういうのやってて見たい人はまた違うチケットを買って夜別でね入場してくださいってことでしょうね。まあいろいろイベント考えてお金儲け考えてるんでしょうね。
そうじゃないとやってられないと思うわ。ここもね、交通便いいあれじゃないし、スッと来てスッと来れるような場所じゃないからさ、来る人って限られてるしね。こういう、なんて言うんですか、神殿が見たいとか宮殿が見たいとかさ、そういう人しか来ないもんね。日曜日でしょ今日。日曜日のこの時間でこんだけですもんね。少ないっちゃ少ないよね。わあ、いっぱい歩いたね。めちゃくちゃ歩いた。なんかでも海戸だな。めちゃくちゃ海戸だな。海近いからかな。ほら、ほら見て。喋ってるよ。真実の口が。うほほほーとか言ってるよ。なんか言ってる。こういうね、乗ってくるやつらは、あんまりやっぱりね、知的がない人が多いんですよ。本当に。本当に本当に。構ってきてイエーイとかワーとかね、言う人は、僕のこと中国人だと思ってるんでね。で、そういうこと言ってくるんでね。うん。まあね、気は良くないですよね。はい。どこって聞かれて言う分はね、全然いいと思うんですけどね。そこと決めて物を言ってくるやつは本当に頭悪いとしか思いようがないですよね。で、昔は僕ね、そういうやつらに、ああ、お前らルーマニア人だろうとか、いろいろ言ってたんですよ。ウクライナ人だろうとか。で、違うわーとかなんかね、ちょっと怒って言うんですよね。で、俺も違うからなって、決めつけんなよお前って言ってたんですよね。そういう悪いつもりで言ったわけじゃないんだよとかって、知るかみたいな。一回一回ね、僕もね、結構食いついてましたからね。もう最近はね、ないです。最近は本当にない。ここ10年ぐらいはもうね、ないですね。もう何言われてもね、もうどうでもいいなって。本当にもう訂正もしないし、中国人って言われたらはいイエーイって、韓国人イエーイって構ってられないです。イギリスのあれですね、楽器ですね、パイプなんたら、あの人らでも観客誰もいないんですけど、ずっとやる気はないんじゃないか。でもあるか、やってるもんね。誰も入らないよね、10ユーロも払って。マジでこんだけ大きい音にしてしまったらさ、入る必要ないよね、聞こえるし。みんなほらこの壁で聞いてるよ、ずっと写真を撮って、夕日を撮って。うわー、もう夕日綺麗だな。遺跡と夕日のコラボレーション、どっか無理？まだもうちょっと時間あるね。あと20分ぐらいか。あと20分ぐらいは大丈夫ですね。ちょっと待って、もうちょっと向こうに行きたいな。これでも並んでるね。入場を入場無料なのこれ。これ並んでるね。これ何並んでんだろう。コンサートの入場待ちですね。入ってコンサート始まるんでしょうね。もうすぐだって今言ってましたね。でもさ、入ってどうすんの。フラメンゴをずっと聞くの。8時に何かあるみたいな。ここは入り口じゃないからね。
はっはっはっは。あ、あそこの木か。あそこの木が邪魔なんだわ。はいはいはい。ほら。ここですね。なんかイベントやるんですね。ほらね。ここでなんか、ちょっと食べれる、ちょっとだけなんか食べれるような、そういうのやってますね。遺跡という木を取ろうとしたら、やっぱあの木が邪魔なんですね。はいはいはい、そういうことですね。もうちょっとじゃあ戻りましょう。遺跡と、うわ眩しい。遺跡と夕日のコラボレーションはちょっと難しいね。うわすごい太陽。何この太陽。めちゃくちゃすごいんだけど。半端ねえな。半端なさすぎる。この太陽やば。めちゃくちゃやば。これは写真に撮ったらめっちゃ燃えるよ。写真撮りてえな。歌ってるし。はい、じゃあここでね、皆さん、あの夕日を堪能しようじゃないですか。今日の夕日を楽しみましょう。はい、こんな感じで、よいしょ、ね、皆さん夕日を楽しみましょうね。せっかくですからね。10分ぐらいでもう太陽ね消えますからね。騒がしいな、めちゃくちゃ騒がしいな。左に見えてるのはあれですね、ポセイドン宮殿ですね。めっちゃ綺麗。これ地中海側に今太陽は沈んでいこうとしてます。かろうじてね、左ポセイドン宮殿見えてますね。もう汗が吹き出てきてます。ありえねえ。今ねしゃがみ込んでみんな横になんか来てますね。なんで近づいてくるんだろうこいつら。
何なんだろう。でここまでいたらね、神殿のライトアップをさちゃんと映したいよね。これ列で並んできてるのか、ここまで来てるのか。俺邪魔、俺邪魔なのかな、ひょっとして。これ邪魔だな。移動しよう。俺邪魔だわ。なんか列が、あの木が邪魔だ。よし、ここでいい。なんでみんな近づいてきてんのかなと思ったらさ、列が俺のとこにまで来てたよ。びっくりしたよ。知らん間に俺並んでたし、列に。並ぶつもりないんだけど。なんか並んでることになってたし、俺のだから左に行ってた人らは列に並んでる人らで、で俺がこれ写真ってあのカメラ構えてしゃがんでて、で僕の右の方にもバーっていっぱい人並んでて、なんか列に並んでたよ俺。別に見たくないもんね。まあ無料みたいな話をねしてた今。これどうやってお金払うの分かんないってみんな言ってたね。多分でもね、なんか10ユーロとかなんとか書いてたから、多分10ユーロでちょっとなんかアッサンジャーレ、ちょっとね味見みたいなやつをいっぱい出して一切れずつぐらいね、でなんかいろいろ食べれて、でコンサート見れてみたいなね、夜のお遊びですよね。そういうのやってるみたいですね。でもね別にそれ興味ないしな。さっきタンゴも見たしね。向こうはサックスやってて、ここはタンゴでしょ。で右のほらあっちはあのパイプなんたらみたいな、あっちこっち、ああ。やば、スマホが柵の中に入りそうだった。これ柵の中に落ちたら中に入らないと取れねえぞ。やば、めっちゃやば。別に見たくないもんな。夏の終わりのコンサートですね。あ、夏の終わりじゃないな、これ夏真っ只中の夏祭りのコンサートやね。別にいいよね。さっきジャズも見たし、タンゴも見たし、右のやつは後ろから見たし、いいよね。あ、地中海に消えていくよ太陽が。めっちゃ綺麗、最高じゃん。これ今座ってダメかな、座ったら文句言われるかな。なんかこの辺うるさいんですよね。地面に座ってたら怒られるかな。めちゃくちゃ綺麗でしょ。ちょっと足が痛いんだけど。よいしょ。立ちくらみするよ。あ、頭クラクラする。
うわ、太陽綺麗だな、めっちゃ見えるわ、まん丸だね。めちゃくちゃ近いな太陽。めちゃくちゃ目視できるね。下ではちょっとせっかくだから、太陽どこ行った？ここ難しいな。見てください皆さん、仕方がない、こっちに置き直そう。これ太陽のアップです。めちゃくちゃ綺麗ですよ。これはやばい。ピンとポン、あかん、ピンとポン、ピントが合いません。ピント合わないよ。よし、目で見たらめっちゃ見えてんのにな太陽。綺麗にまん丸のが綺麗に見えてるのにな。夜中の2時25分です。厳しい時間になってきましたね。もう多分今で言うと2時54分ってことですね。目で見たらすごいのにな、めっちゃくちゃ綺麗に見えてんのにな。画像だったらボワーンとなってますね。あー、太陽消えていく。地中海に消えていくよ。めっちゃ綺麗。あー消えていく、消えていきますね。太陽消えていったね。すごい色になってるよね。うわー色ついたな。綺麗でしたね、めちゃくちゃね。いやめちゃくちゃ綺麗だった、最高でしたね。もうほらすごい綺麗な色になってますよ空ね。
あとはあれですね、その神殿のライトアップ、もう今もね、すごい綺麗だな。ライトアップ、あ、さっきついてた電気消えてるな。準備は整ったってことか。8時からあと3分ですね。8時からね、なんかそういうことやるみたいです。いろいろイベント中でね、開始時刻ですね。うわ、空綺麗だ。めちゃくちゃ綺麗。あ、月もあるよ。月も薄く見えてますね。うわ、めっちゃ綺麗。これは最高じゃないですか。これ色がめっちゃやば。めっちゃやばいですね。遺跡と夜景。最高じゃん、これ。めちゃくちゃ最高ですよね。僕は今からですね、もう時間も時間なんで、ピッツェリアか、今日はじゃあピザ食べようかな。ピザもいい加減食べたいかな。どっかね、座りやすそうなテーブルがあるところ、問題がないようなところですね。ここなんだ。もうピッツェリアはな、ピッツァっていうのもな、どうでしょう、ピザを食べる気にはなれないんだけどな。やっぱりスパゲティかがいいかなと思うんですけどね。見てこれ、こんなのもね普通に売ってます。ちょっとお時間もお時間なんで、あ、でもあっちに行ったらあれなのか、さっきのガヤガヤした店なんだよな。そうだな、ガヤガヤしたお店でな、食べてもな、鬱陶しいだけだよな。また変にね、何変にね、かまってちゃんがいたら鬱陶しいだけになっちゃうんでね。ピザっていう気じゃないけど、ピザ食うか、久しぶりに。ここの旅行でピザは食べてないな、確かに。スパゲッティ、パスタ、お肉、そうだな、ピザは出番なかったな。まあちょこっと、なんかでもな、ちょっとなんかうざって感じはするんですが、これ捨てないと、ゴミ捨てます。どうかなと思うんですけどね。うわー、もう色ついてるよ、めちゃくちゃ。まだ色ついてます。うん、ピザ食べる？早いけど。ピザ聞いてみる？どんな感じか聞いてみようか。あ、見て、皆さん焼いてるよ、ほら見て、これがね美味しいんですよ。見てください、釜熱っ、中めっちゃ熱。このね、木で焼いてるお店のピザはめっちゃ美味しいんですよ。ガスはまずいんですね。中これ木でね焼いてるお店はめちゃくちゃうまい。開いてんのかな。開いてるかな。なんかみんな誰も来ない、誰もいない。まだ早いかな。これね、ここのテーブルをさ、マークしたいからさ、ここから離れたくないんだよね。あの、あっちに行って
行けますかとか聞いたら、あ、じゃあここ座ってとか適当に案内されるじゃん。ボナセーラ。クイバベーネ。グラッツ。いいって。はい。皆さん、ピッツェリア確保しました。確保です。暑い。ね、この一番いい場所。席取りました。暑い。さあ皆さん夕日を眺めててください。僕は、はい、グラッツ。ちょっと今からねメニューと格闘します。あ、カプリチョーザいいな。カプリチョーザ食べたいかな。カニのケバブとかもあるんだって。うわ、安い。マルゲリータとか5ユーロだよ。めちゃ安い。カプリチョーザ食べたいな。ピアッテディジョルノ、モッツァレラ。こんなん絶対食べれないよ。インスタライブ。ピザとさ、他のものって食べれないよね、絶対。サラダとかも美味しそうなのがあって、なんか盛り合わせみたいなのも美味しそうなのがあって、でも、ピザ食ったら他に何も食えないよな。モッツァレラとか美味しそうなんだけどな。でも、ピザだけしか無理。これね、カプリチョーザって言ったら、結構どこでもあるやつなんですけどね、いろいろ粉やらなんやらいっぱいこうやってくれるんですよ。それがねめっちゃ好きで結構食べます。あれ、これ速度よし、出た。遅いやつになってた、勝手に。あ、それ、あ、これ10円なのかな。カプリチョーザ。カプリチョーザ。し、コーカ。ノルマレ、ゼロ。ノルマレ。アンケアクア。し、ナトラル、ピクリン。グラッツ。今ねカプリチョーザにしました。でちっちゃいお水とコカコーラコカコーラ絶対必要だよ。でもね調子乗ってコカコーラを先に飲んじゃうとお腹いっぱいになっちゃうんで、食べれなくなっちゃうんですよね。ピザも結構ガツンとくるんでね、なかなか。さあ皆さん、今日はピザです。ポセイドンの街からカプリチョーザを食べます。楽しみですね。比較的ねピザとかは安いんで、お肉とかねパスタであと付け合わせ食べてなんとかって食べるとだいたい35ユーロ40ユーロぐらいになっちゃうんですよね。でピザの場合はピザ自体でもお腹いっぱいになっちゃうじゃないですか。で値段的にね12ユーロとか13ユーロそんなもんなんで、安いやつだったら8ユーロ9ユーロ。このカプリチョーザはいくらだっけ。グラッツ見てください。冷たいお水もう最高で、冷たいコカ・コーラね最高です。さあゆっくり夜も更けてきましたね。だいたいね8時ぐらいからみんな夕食が始まるんでね、夕ご飯とは言いませんからね、ご飯じゃないんで夕食ですね。
皆さん、コカ・コーラです。乾杯です。お疲れ様でした。あー、うまい。めちゃくちゃうまい。もう最高ですね。今そしてね、あの向こうさっき見たでしょ、釜で焼いてます。うまいんですよ、めちゃくちゃ。あの釜で焼いたねピザはもうほんと最高。めちゃくちゃうまい。結構ねナポリとかピザうまいとかなんとか言うんですけど、ツアーで連れて行かれるところでね、あのガスで焼いてるとこ結構多いんですよね。じゃあ美味しくないですよ。味が全然違う。あの木をねちゃんと釜で掘り込んで、ああやって木をね火つけて焼いてるところのピザはもう最高にうまい。ここはうまいですね。さっきちゃんと確認しました。あ、一服しよう。もう最高だわ。めちゃくちゃ最高。もうこの3日間ねあっちこっち回りましたけど、もう最高でしたね本当に。結構涼しくなってきた。今日もよく走ったな。3時間半と2時間半。朝の9時半からね。もう夕方7時半、8時か。8時だ。8時過ぎましたね。夕方8時まで。もう1日遊んでますよね。言うてもね、そんなお金使ってないからね、今日もね。グラッツ来ましたね、皆さん見てください。これがカプリチョーザです。わかりますか？見てくださいこれ、カプリチョーザですね。めちゃくちゃ美味しいんですよ。こうやった方が分かりやすいのか、ね、めちゃくちゃうまいんですよこれね。暑い暑い暑い時は冷たいものが食べたいですよね。めちゃくちゃ、これわかるかな、わかる？見てください、オリーブとかね、フンギいっぱい乗せてくれてるんですね。さあいただきます。おお、チーズプルンプルン、でかい。もう皿に乗り切ってないですよ。皿からはみ出てる。
まずここの部位を行きます。見てください、チーズたっぷりプルンプルンです。いただきます。やば、やば、めちゃくちゃうま、うまいっすね、めちゃくちゃチーズ濃厚ですよ、これさすがポセイドンの町ですね。めちゃくちゃ美味しい。ふわふわ、このね生地もふわふわで、ひょっとしたらナポリで食うよりうまいかもしんないね。言ったら怒られるか。うまいね。あーうまあ、めちゃくちゃうまいっすね。こんなに食べれんのかな。これね、オリーブです。この地元のオリーブめちゃくちゃ美味しいんですよ。あーうまー、これはやめれねえな。うまいね、もうチーズもたっぷりチーズチーズです。うまっ。めちゃくちゃうまっ。コーラと合いますね。あうまいわ。オリーブです。で、わかります？これ、粉ギね。プロシュート。プロシュートとか入ってますね。プロシュートコットと、で、粉ギ上に乗ってますね。いただきます。うまっ。僕あのプロシュートはさ、クルード生ハムよりもこのホットが好きなんですよね。これはうまいな、めちゃくちゃうまい。最高だ。これいい締めくくりですね、これね。宇宙まだ4分の1ですよ。やばい。
こうやってね、二つ折りにして結構僕は食べたりします。うまっ。客全然来ないね。まだ早いのかな。みんなアペリティーボで飲んでその後に来るのかもしれないですね。うまいですね。まだね、色ついてます。なんか8時からさ、コンサートとか言っててさ、まあ、並んでる人らが喋ってたんですけど、いざこの時間になったらピタッと音楽もやみましたよね。後でもう一回見に行ってみよう。畳んで食ってたらめっちゃうめえ。先ほどね、地中海に太陽は沈んでいきました。今はもう
遺跡の影が見えるばっかりですね。最後のピザです。めっちゃ頑張って食べた。こうやってね、持ちやすいように半折りにして食べます。うまい、めちゃくちゃうまい。やっぱチーズが最高だよね。あとオリーブ、いや粉ギめっちゃくちゃ乗せてくれてるからさ、お腹いっぱいだけど頑張って食べないと。うまい、うん、めちゃくちゃうまいですね。やっぱツアーとかあるみたいですね、外人のね、よその国からので、夜食はついてないから自分らでその食事探さないといけないじゃないですか、ツアーね。で、右後ろに来た人らの家族みたいな人らが言葉全然わけわかんなくて、まあ、ピザを注文してて、で今一人の人が来て、同じそのツアーの人みたいで、あ、俺一人だけどここで一緒に食べるようにするよとか言って、なんか喋ってましたね。軽く知り合いみたいな感じの。うまい、めちゃくちゃうまいです。こうして食べると手も汚れないし、一気に食べれてめっちゃ美味しいんですよ。うまいな、これお腹いっぱいだけど食べれるんですよ。めちゃくちゃでかくてうーってなるけど食えるんですよ。美味しいものは食べれるんですよね。まずいもんはなんかちょっとお腹いっぱいになったら食べれないですよね。もういいわってなっちゃうんですけど、うまいのっていっちゃうんですよね。やばい、明日何も食べれんぞ。もう食いすぎだわ本当に。うまー、めちゃくちゃうまいです。すごいよ、向こうもね、見てこの空の色最高じゃない。今の南イタリアですよ。めちゃくちゃ綺麗でしょ。ここのね、ポセイドン宮殿も世界的に有名ですから、結構アメリカの人もね来るし、
周りのヨーロッパからもね、よくみんなここに来ますね。そんなにこう穴場的な感じじゃないんですけどね。まあでも日本人はねあんま知らないんで、アジア方面の人に関しては穴場になりますね。まあなんせ地中海ですからね、こっち。昨日まではねアゼルジャン海の方に行ってましたけどね。言うたらそうですね、大阪に行って鳥取に行ったって感じですね、うん、そんな感じだな。やっと食べました。超お腹いっぱい。めちゃくちゃ食ったよね。ピザはやばいな。激お腹いっぱいだわ。さすがにこの時間はあれですね、みんな食事に入るんではけてますね、人がね。花火の音が聞こえるな。あ、花火上がってる向こうで。花火上がってる。向こう左のね、木の陰からちょっとだけ見えてますね。遠くに、あれはもう海のとこですね。花火見たかったな。あ、めっちゃ見えてる。花火の日なの？教えてよ誰か。花火大会やってる。遠いなあ。あれ完璧海辺だな。
け見えるかな。でも木の影なんだよな、見えないよね。目視ではかすかに光がポコポコ見えるんですけどね。あ、音は聞こえる？ねえ、なんかね、木の影からちょっとだけ見えてるんです。でも遠すぎるからね、あれアップで撮ってもあんまりそうな。ま、あの地元に帰ったらね、これから来週からね、来週再来週から夏の終わりのコンサートのイベントどんどん開かれるんでね、まだまだ楽しみはね、遊びはいっぱいありますよ。コーヒー飲みたいな。うわ、結構人来た、結構人が入ってきたぞ。花、みんなでも花火見ないんだね。なんか見もしないよ、誰も反応ゼロだね。誰か見てるかなと思って周りを見るんですけどね、何にも見もしないね。まあ珍しくないんだろうな、花火なんてどこでもやってるし。僕もね、この間ね、花火地元のね、あの配信しましたもんね。あのハイライトの方にね、ライブ配信全部まとめてるんでね、枠であのハイライトっていうところを見てもらったら、結構今までのね配信とかそういうの全部ね、そこの項目にまとめてます。ちょっとコーヒー聞いてみよう。女の人、絶対俺見てたよね、手挙げたらなんかあっち向いたんだけど。あるって言ってた、よかった。カフェないって言われたらね、たまにね、ないとこあるんでね。いや、あってよかった。ハイライト、はい、ありがとうございます。そこにね、だいたい動画とかのやつをまとめてるんですよ、項目ね。だからこうポストでずっと探していくのってめんどくさいじゃないですか。だからね、ハイライトのところに全部載せてますね。花火をね、あの横画面で撮ればよかったんだけどさ、縦画面で撮ったからちょっとなんかね、画質悪いんですよね。でそれをね、5回ぐらいダウンロードしてなんとか編集かまそうと思ったんですけど、なんか編集かませなくてね、音がずれたりね、ずっと1週間ぐらいやってて結局できなかったんですよね。音ずれがすごくひどくて、でバックコーラスであの BGM かけて編集やってて、やっと出来かけていい感じだと思って出来上がりを見たら音がずれてたとかね、それがすんごいいっぱいになってしまって結局できなかったね。それもね、だからできれば花火のやつも縦画面だから編集して、あ、グラス編集してね、あの YouTube の方とかで TikTok の方とかね、あげようかなと思ったんですけどね、もう一回でも時間ある時にチャレンジしようかな。あ、ここのコーヒーはあんまりだな、結構しゃぶしゃぶですね。めっちゃ綺麗じゃないですか、空めちゃくちゃ綺麗ですよね。うわ、めっちゃいい感じになってきた。なんか最高の夜が訪れましたね。サッシはサッシでね、マテーラすごい夜景綺麗でね、ほんと良かったんですけどね。この街中は街中でほんと最高ですね。
あとでドーライトアップされてるのか、もう一回ね、あの神殿の方見に行ってみましょうか。夜とまた違うんだな。コンサートやってないよね。全然音楽やめたよね。さっきまでさ、中で演奏したりなんかリハーサルみたいなのしてたのにさ。熱っ。あ、うまっ。めちゃうまっ。これうまい。あのね、今ねコーヒー飲んでます。めっちゃうまい。うまっ。あ、めちゃくちゃうまいな。イタリアに行ってコーヒーに砂糖を入れたくなりました。どんな感じか。あー、どんな感じか。このね、まあエスプレッソって呼ばれてるものじゃないですか、世界でね、いうところのね。で、砂糖入れて、これイタリアのコーヒーは濃いけど、砂糖入れて混ぜて、よく混ぜてね、飲むとキャラメルみたいな味になるんですよ。めちゃくちゃ美味しい。もうキャラメルのコーヒーっぽいやつって感じ。沈む感じね。あ、めっちゃうま。でね、この癖になるんですよね。ちょっと何回か繰り返してこういうことやると、食後にねコーヒー飲みたくなっちゃうんですよ。めっちゃうまいですね。いやー、美味しかった、美味しかった。もう堪能ですね。お水も全部飲んで、コーラも飲んで、ピザも全部食べて。中で結構なんかやってるみたいですね。このちょっと隙間からね、この中覗けるんですけど、中でなんかやってますね、これ。やってるのはやってるよね。バッテリーは、59%。 全然増えないんだけど、なんでなんだろう。ずっと 59% なんだけど、どういうことなんだろう。普通バンバンバッテリーすぐ 100% とかいくのにね。いつまで経っても59だわ。超不思議だな。もう中はでもこれね、見たもんね。あえてもう一回入っても、まあ、多分なんか味見のコーナーとかやってるんでしょうね。あ、やっと音楽鳴り出した。あ、正面も花火上がり出した。遠いな、あれも海辺だな。遠すぎて、これ正面なんだけどね、遠すぎてちょっとだけ見えてる感じっすね。世界だよこれ。
あ、そうだ、俺スタンド探さないといけないの。遅くなったらスタンドもうやばいな。8時かスタンド閉まっちゃったな。やばいな、くっそガス入れれなかったな。盛り上がってきたよ。帰ね、まあ帰りはね高速で帰ると思うんでね。普通のガソリンスタンド何軒か空いてると思うんですよね。多分ね。まあこっから3時間帰るのがね。2時間半ぐらいで帰れるかな。よし、お金払ってちょっと散歩しましょう。せっかくですからね、盛り上がってきたし散歩行こう。散歩もうカードでね全部払いましょうもう全部カードだ。盛り上がってきたよ。夜になったら盛り上がってくるね。ちょっとあそこ取りに行こう。皆さん、これね放置してました。見に行ってみましょう。いやめちゃくちゃ食ったね。ちょっといくらかは見てなかったね。見てください皆さん、中で盛り上がってます。踊ってるよ。
やりますね。ねえ、楽しそうな感じですよね。へえ。Maestro Mimmo Morello che viene da Reggio Calabria, che come noi è un appassionato della tradizione, dei suoni, della musica, della tradizione e tra l'altro è l'unico italiano non sardo a suonare il magico strumento che è catalogato come Launeggas e la piscina dell'Aulos. いやー面白いっすね。夜のポセイドンの街ですよ。こっちはこっちでまた違うの、なんかしっとりとしたのやってますね。すごい。普段のね、春とか秋、前は春に来たんですよね。で秋とかにね来てもさ何もないからね、やっぱこの夏のさイベントの時に来るっていうのが最高ですよね。月も綺麗。うわー、ライトアップされてるよ、ポセイドン宮殿。さっきね、あの神殿の中に入りましたよね。これ上から見れないようにしてるんだ。あ、あそこでやってんのか。あそこでも歌ってますよ。すごい景色だ。見てください皆さん、右のところで歌ってて正面、ポセイドン神殿です。神殿のライトアップ、上には月。騒がしいな、さっきのあれ騒がしい。もう離れよ、音が混じって嫌なんだけど、なんか超嫌なんだけど、音混じんの嫌だよね。かすかに聞こえるぐらいだったらいいけどさ。わあ、もう最高だな、これ見て、めっちゃ最高の景色だこれね。なんかさ、インターネットとかでも見たことがあったんだよ、ライトアップされてるこの神殿をね。でライトアップするまで待とうかなって前に来た時、4年前か、思ってね、結構頑張ってたんですけどね、夕方6時に帰っちゃいました一人で無理だもんだって、こんなのね。このライブしてるんだったらさいいんだけどさ、まだね皆さんこうやってお付き合いしてくれて、でたまにコメントくれて、ね、一人じゃないって感じあるじゃないですか。ちょっとこの人らもアップしますか。めっちゃいい感じだな。アテネの宮殿は、
めっちゃ雰囲気いいですね。めちゃくちゃ雰囲気いいね。最高じゃないですか。ポセイドンの街です。すごいな。まだ並んでるよこれ。並んで入場してるね。ここでね、順番で入ってるみたいですね。誰でも誰でもどんどん入ってとかじゃないんだね。入場制限やっぱりしてるんだわ。まあ中いっぱいだもんね。どういうあれで入ってんだろうな。もう僕は入りません。何回もね、同じとこは入りませんよね。わあ、そっちからもライトアップの神殿がよく見えるよ。うわーすごいなこれ。もうね、なんかちょこっと食べれるようなあれがあると思うんですが、なんかくじ引いてるな。違うんか、なんかやってるな。ね、あっちにも神殿あるんですよ。ね、そっち側はね、うわ、すごっ。すごいね。めちゃくちゃすごいね。何この犬。ずっといるんだけど。あ、やっぱほらチケットかなんかスマホで買ってて、それを見せて入ってますね。すごいな。月も綺麗です。めちゃくちゃ綺麗。この木と木のね、隙間からしか見ることができないんですよ。木が結構邪魔なんですよね。わあ、すごい景色だな。結構人はいます。これカメラめちゃ明るく見えるね。実際もうちょっと暗いんだけどな。結構綺麗に見えますね。やばいね。あの前の人らなんて影になって見えないのにさ、スマホだったら結構見えてるよね。わあ、見てください皆さん、あれがね、ポセイドン宮殿だったですね。ポセイドンの宮殿。いやー、夜まで見れてよかったね。夜景まで見れましたね。月もね、めちゃくちゃ綺麗だし、静かにゆっくり過ごしていくんですね、のんびりとね。僕はね、今からせこせことね、3時間弱かけて家に帰りますよ、これからね。いやー、今回夏、2024年の夏の旅でしたね。面白かったですね。で、来週はね、1週間、うわ、こっから綺麗に見えるわ、正面見てこれ。ちょっと最後にアップする。
これすごいね、大人の休日って感じでしょ。すごいですね、でかい、めっちゃでかい、あっちもめちゃくちゃでかい、でかいですね、はい、もうちょっと進んでいきましょう。あっちからなんか見えるのかな、いろいろね見どころがあって楽しくできたと思います。で皆さんとね一緒にいろんなところね世界遺産回れて本当楽しかったですね。で来週はね撮った動画とかなんとかも編集しないといけないし、まあ1週間びっちりかかります、1週間びっちりかかりますね。でそういうのまとめてね、ピサのやつもまだ全然やってないからね、撮っただけでまだスマホに入ったままです、一切できてないです。だからねピザのやつもねさっさと片付けて、で YouTube の方にねアップしないといけないと思います。皆さんよかったらYouTube の方、フォローしてください、登録してください、お願いします。でこちらもね X の方ももしフォローしてくれてない方いらっしゃったら、フォローしてください、お願いします。で僕ねだいたいフォロー皆さんお返しするようにしてるんで、変なねステアカとかなんかややこしいアカウントとかだったらフォローしない時も結構あるんですけども、だいたい普通のねアカウントの場合はフォローお返ししてるんでね、もし僕フォロー返すの忘れてるよって、フォロー返してくれてないんだけどとかいう人はコメントの方に書いてください。ポストね、ポストのやつに、なんか動画のポストでも何でもいいんですけど教えていただければ、フォロー返してくれてないですよとかね、フォロー返してねとかね、なんか何でもいいんで書いてくれたらチェックしてすぐフォロー返しますんでね、お願いします。じゃあ今からですね僕は駐車場に戻って車をゲットして、そっからね地元の方に帰っていこうと思います。今ねナポリ人ですね、まあ、和牛とか和牛とかねいうのはナポリ人ですね。だいたい声かけてくれるのってそっち方面の人ばかりじゃないかな多分。そんな感じですね。じゃあ皆さんお疲れ様でした。僕は今から駐車場に戻って車ゲットします。じゃあ皆さんまたね、ありがとうね遅くまで、またねー。